一番血液をきれいにするもの、ものはね、じゃがいもかさつまいもじゃ勝てんだ。覚えてて。荒げいいもんない。だけど、馬鈴薯とさつまいもの違いがあるわけね。っていうことは、さつまいもっていうのは、ね、掘ってからね、要するに土からさつまいも秋に掘るわね。ほいで、ついでに食べたら、まずくて食べれんわけ。ね。じゃがいもはね、掘りたてほどうまい。そうだね。ほいでしょ、それを言葉で言うと新じゃがっていう。新じゃが出たで、今食べるとうまいよっていう。芋は反対なの。芋は酵素持っとる。掘ってすぐじゃ食べれへん。掘って、とにかく秋におりますね。まだ秋はね、温度が高いじゃね。まだ日中の暑い時は30度ぐらいあるじゃね。その時に食うと、芋はちょうどクリーミーで真っ白けになる。クリーミー。これで焼いても、こう、つけても、焼けたか焼けんか分かんない。その芋が、要するに、最初は掘ったのは30度あります。そしたらだんだん日が経って温度が下がってきます。今ちょうど16度ぐらいかな、ちょうどなってきた今。こうするとぼちぼち瓶漬け、中がクリーミーで真っ白けの芋がだんだんその瓶漬けに今なりかけとる、ちょうど。